やはり小さい頃からの夢だったお花を使った仕事に就くことができたんですが、4年働いて夢が叶えられたので、もともと帰りたかった地元に帰ってこようと思って青森に戻ってきました。自分の条件を満たす会社を探したんですけれども、接客のお仕事が前から好きだったので、ぜひオペレーターという仕事が自分に向いてるかなと思って、応募させていただきました。社内での採用担当の募集を見まして、自分から手を挙げて立候補をして応募させていただきました。前職でアルバイトの面接なども行っていたので、その経験がこちらの会社でも役に立つんではないかと思って応募させていただきました。入社してから知り合った方と今年の秋に結婚する予定になっております。結婚してからも共働きということで、お互い協力しながら子育てなどもしていきたいなと考えております。青森で家族みんな2世帯ですとか3世帯みんなで暮らせるような家族を作るっていうのが私の夢です。